お顔はお見せできませんが、ドラゴンボールの神の声を聞きやれ。野田さんのその悟空のぶりというか、どんなどうでした？あ、そんなのもう僕が言うのもそんなそんな、あのキャラ描いてると野沢さんの声しか浮かばないから、もう僕としてはごく普通の出来事に近いっていうか。日本のみならず世界中から愛されるドラゴンボール、それを生み出した鳥山さんにとって悟空とはどんな存在なのか。これ以上純粋な人はいないぐらいの強くなりたいというのだけをこうまっすぐ言ってる珍しいやつだなっていう感じにしたかったです。結果的にいいことをしてる感じが、ね、僕は一番あの描きたかったところ。ご自身似てるとこってのはありますか？僕って割と興味のあることにしか行かないっていうところはちょっと似てるところがあるかな、うん、うそうだと思います。 あと威張るのも嫌いっていうのはそこは似てますこの世界では神様ですよ、鳥山先生は。そうですよ ね実際絵なんかないですよ、僕なんて。いやいや、私イコール悟空だと思ってるんですよ、いつでもいやいや、ね、どうだった武蔵のみんな。いやー、いろんな話があって驚いたな。じゃらみんな、劇場でオラに元気あげてくれよ。